エコー検査をしてくれる方が、まあ、しっかり見てくれるのかなと思うんで、幅広くエコーを利用してうまく地域に貢献してる、うんうん、全国上位 3% の半聴員が絶対に外さない5つの法則の書籍データを無料でダウンロードできます。たった30秒で受け取ることができるので、お申し込みは概要欄から。はい、今日もやってまいりました。私のメディカルの上田です。今日はですね、前回マイクロリカバリーパッチ大反響でサンプル請求いや配布が間に合いません、ね、すいません、やりすぎましたやりすぎましたっていうことなんですけども、そうです、ね、今日はですね、改めまして満を持してですけども、はい、柔道整復師の皆さんにエコーですね、はい、これをこれから導入したい方、そして開業する中で導入はしたいけれどもエコーって何なのって考えてる先生、そういう方にですね、徹底解剖をまた前回引き続きまして、ルーツ株式会社の大塩直樹さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ね、エコーが接骨院でかなり導入が進んでるじゃないですか、はいはい、その背景って何なのかなと。そうですね、まず大きいのは、うん、柔道整復師の学校養成カリキュラムの中に、うん、医療画像の理解を含むという形でカリキュラムが30時間追加になってるんですね。なるほど、まあ、そこで周りの先生方の見方や意識というのが一気に変わったように感じます、うん、なるほど、はい、養成校のカリキュラムの中に入ったっていうのは一つの要因だということがあるんですけども、実際でもね、これそれだけじゃないような気がするんですよ。そうですね、違う角度からそれを見た場合に、うん、私はそのソノンという、うんうん、ポケットエコーを、まあ、販売してもう2年半ぐらい経つんですけども、はい、そのカリキュラムが導入される以前にエコーに取り組み始めたんですね、私、はい、その際に多くの経営者や院長先生とですね、うん、お話しする機会があったんです、うん、でも聞こえてくるのはですね、うん、エコーって難しいよね、うんうんうん、エコーって高いよね、うんうん、でこれエコーって患者さんに対してのオペレーションが難しいよねっていうのが、やっぱりね、こう多くのネガティブなご意見って結構いただいたんです。なるほどなるほど、はい、たださっき言ったそのカリキュラムっていう部分がありましたね、うんうん、それが追加されたということは学校教育が始まったということなんですね、うんうん、でこれ厚生省の方のホームページの方にも載っているんですが、柔道整復術の適用か否かを判断する上での参考とするエコー検査を認めてるんですね、うん、これを文章で出してるんです、うん、それと同時にエコーを見るための知識やスキルを学校教育してくださいというということで、流れ的には教育がスタートしたような背景があるんですね、うん、これによってですね、今までちょっとこう難しいなってこう印象があった経営者や院長先生もですね、こういったあの国の方針であったりとかカリキュラムが追加になったことによって、これはちょっと無視できないのかなっていうような感覚になっているところもあると思いますね。でこれ一つ言えることは、そういった教育を受けた優秀な柔道整復師の先生がどんどんこの後輩出されるということなんですよね。でそれは何に関わってくるかというと、例えばグループインでやられてるところであれば、よりその外傷や怪我を見たい、うん、あるいはエコー検査を見てしっかりとした施術を提供したいという志の高い柔道整復師の先生をリクルートする上では、そういったのも施設基準としてちょっと考えなきゃならないのかな、うん、なるほどですね。いろんな背景があるわけですね、はい、で実際ね、ポータブルエコーそのをちょっと取ってもらって、はい、これがエコーなんですか。これエコーです。あ、これは弊社で力を入れているソノンという、うんうんうん、はい、エコーになるんですが、うん、実はお手元のこういった携帯電話端末であったりだとか、うんうんうん、あるいは iPad のような、うんうんうん、ああいうタブレットと接続をして、これは Wi-Fi で接続するんですけども、うん、すぐさまこのモニターで手元でエコーを検査することができるというような格好なんですね。この仕組みを作ったのが、うん、ソノンというのが初めてなんです。世界で非常に注目されて、世界もう70カ国弱の国と地域で販売されているというものになります。はい、大塩さんね、はい、エコーをこう今どんどん導入が進んでると思うんですけど、はい、実際にまあこのポータブルエコーソノンなんですけども、うん、こういったものを入れて、はい、この先生方はどういう声を今上げてますか。そうですね、エコーでこの病態を観察できるっていうのは、まあ、リアルな病態の変化を見ることができるわけですよね、うん、でこれあの怪我など外傷を見る上では、もちろんその一番大事な問診や視診や触診、うん、従来基本としてやられていることが、まあ、一番大事なんですけども、うん、その検査と照らし合わせてエコー画像があることによって、うん、非常にそれがより精度高くですね、うん、その治療の方針であったりだとか、うんうんうん、その後の処置であったりだとかっていうことをで
できると思うんですね、うん、まずこれが1点ですよね、うん、つまりそれを感覚ではなくてリアルな画像を通じてやることによって非常に価値のあるものになると思います、うんうんはい、2点目はですね、機能解剖であったりいろんな体の情報をリアルにこう覗けるということは、うん、そうやって教育を受けてきたその学生さんであったりスタッフの意欲っていうんですかね、うん、ここもあそこも見てみたいって必ずなるんですね、うん、導入した後って非常にあの自身の勉強にもなりますし、うん、もっと知りたい分かりたいっていうことがこのエコーがあることによって非常に活性化するんじゃないのかなっていうのが2点目、うん、あと3点目はですね、例えば上田さんね、お子様や奥様がエコー検査をするところとエコー検査をしないところホームページで調べました、うん、どちらにお子さんを連れて行かれますか、うん、まあそれはエコー検査をしてくれる方がまあしっかり見てくれるのかなと思うんで、まあ、ある方に行きますよね、はい、そうですよね、うん、地域に非常に古くあるところはもちろん噂であったりとか、うん、先生の人となりが分かるので、うん、そういうページを見たりしなくても、うん、あそこに行くといいよってあると思うんですけども、知識ゼロの場合ですね、うん、必ず携帯電話やウェブでですね検索かけると思うんですよ、うんまあ、その状態で検査機器が充実している施設とそうじゃないところ、うんまあ、普通に考えて検査をしてもらった方が絶対に安心ですから、うんうん、そういった意味ではこのエコーを通じて患者さんに与える影響っていうのは言葉ではなくて、うん、この画面を通じて行うっていうのはすごく説得力があるんですね、うんうんはいまあ、つまりそれは患者さんの安心感であったりとかその後の信頼関係を構築する上では、うん、このエコー検査っていうのは非常に強力 な助っ人になってくれると思います、うんうんはいおしんさんね、はい、今ちょっとエコーの話をそうやってしてもらって、はい、必要性であったりとかっていうのもお話しいただいたんですけど、はい、実際我々全国を回っている中で、はい、エコーを導入してる院っていうのはなんかその地域にすごい根ざしてるところ多くないですか。そうですね、エコーをやってるところっていうのは外傷をやっぱりよく見てるっていう印象もあるんですけど、うんうんうん、それがあることによって例えば往診やトレーナー活動であったりとか、うんうんうん、野球少年の検査であったりだとか、うんうん、いろいろそういう幅広くエコーを利用してうまく地域に貢献してる、根ざしてるっていうありますよね、はい、イメージがありますよ、ね。あはい、だから私思ったのはやっぱエコー導入が進んでる背景として、うん、やっぱり今こう乱立してるじゃないですか、はい、その中でやっぱりこう差別化じゃないけれども、うん、地域との、まあ、信頼関係を強固にするっていう一つの目的があったりとか、うんそうですねまあ、結果そうなってると思うんですけど、はい、それはやっぱやりたいなって思ってる先生も多いんじゃないかなと思うんですよね。そうです ねエコーをきっかけに患者さんとのそういうコミュニケーションであったり、うん、そこから波及する紹介っていうのがう、ね、やっぱりこう増えてるっていうような声もですよね、はい、聞きますね。結局やっぱ店舗ビジネスなので患者さんありきというか患者さんがいないと何もできないわけだから、うん、患者さんとのこの信頼関係がそうですねビジネス自体も向上させるっていうことだね。だから結局あとはよく言われるのはエコー検査をすることによってどれぐらいの収益が上がるのかとか、うんまあ、どれぐらい回収ができるのかみたいなことをやっぱり気にされることもあるんですけども、うんうん、実はそれよりも患者さんのためにその業態をちゃんと観察して、うん、より安全に復帰までの近道を目指す、うん、その全体の像ですね、うん、その全体の姿がやっぱり患者さんとの信頼関係っていうのがやっぱり見ますので、うん、これがちゃんと体系化すると、うん、それはですね言ってみたらその目では見えないものの、うんうんうん、後から返ってくる患者さんからの紹介だったりとか、うんうん、結果後からついてくるプラスの部分って非常に、うんまあ、大きくなるんですね。間違いないですよね、それはね、はい、ということで、まあ、実際こう話をしててもあれなので実際今日時期持ってきてもらってるじゃないですか、はいはい、ちょっとどんな調子か見てみようかなと思うんですよね。そうですね、ちょっと教えてもらっていいですか。仕組みは簡単で無線なんですね、はい、この中に Wi-Fi が入ってますので、うん、電源を入れますと今ここにソノンの電波飛んでます、うんうんはい、インターネットする時みたいにですね Wi-Fi の接続をします。これまあ iPad なんですけども、うん、Wi-Fi の接続をしていただくと、うん、この iPad と、ソノンが Wi-Fi で接続しました、うんうん、アプリケーションこれを開いていただきますとすぐさま画像が描出できるということですね。画像描出までにまあ1分とかかりませんので非常に機動性があります、うんうんはい、じゃあ早速ちょっと映してみたいと思います、はい、このような形で今映してます、はい、なるほど、結構ポータブルの綺麗なんですね。はい、はい、そうですね。なるほどなるほど、ね、なるほど、はい、非常に簡単ですよね。
なるほど、はい、これ据え置きとあんまり画像変わらない気がするんですけど、どうなんですか。いや非常に高画質だと思います。このワイヤレスで接続できてこれだけの高画質ができるっていうのはあまり数はないと思います、ね、なるほど、はい、なるほどなるほど。ボタンもこのエコーのプローブにはないですし、あらゆる操作が指一本でほぼできますので覚えることが少ないエコーですね。トリセツがいらないエコーって言われてます。こういうポータブルのエコーも導入の一つのイメージにしてもらえればなと思いますね。はい、お疲れ様、ありがとうございました。とんでもないです、ありがとうございました。やっぱりこれからの接骨院業界においてエコーは必須かなと思ってってるんですね、はい、とはいえですね、やっぱエコー導入に向けてなかなかこう一歩踏み込めない方っていうのいらっしゃると思うので、まあそういう方に向けてちょっと何かできないかなと思いまして、はい、今エコーの教則本って何ページくらいなんですか。300ページとか400ページじゃないですか、まあですね、なかなかあれをまず読み解くのってすごい大変だったりするので、おしゃさんお願いしましたよね。そうですね、それをギューッとまとめて何ページしてもらったんでしたっけ。50ページにエコーの教則もギューッとまとめて50ページにした初心者向けエコー活用基礎 PDF、まあ、いいとこ取りしたものですね。ですね、まず、まあ、初めはこれをちょっと見ていただければそうです、ね、全体像がつかめるかなというものだったです、はい、それを今回この YouTube ご覧になられている重生師の皆さんにプレゼントしたいと思います、はい、ですので概要欄からお申し込みください。そこからですねエコー活用の一歩を踏み込んでもらえたらなと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、はい、物量の納品お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。結構疲れますね待っていただきありがとうございました。いや大変ですね、やっぱ移動が多いっていうのは。そうですね、移動とやっぱ設置してやっぱ取り扱い説明とやっぱ運用っていうところまでちょっとかじってご案内するっていうの、まあそれなりの時間が要するって分かったでしょ。案内かかると思わなかったでしょ。いや思わなかったですね。すいません、駐車場でずっとコーヒー片手にすいませんでしたちなみにさっきもちょっと話したと思うんですけど、はい、今日の方もちょっとエコーをやっぱ欲しいみたいな導入したいみたいな話だったじゃないですか、やっぱエコーの納品というか依頼って多いですか、今めちゃめちゃ増えてますね、エコーに関しては。へぇ。一昔前のあれからすると、やっぱり10倍とは言わないけど、なんかまあそれぐらいの感覚はありますよね。もともとエコーって全然売れなかったもんなんですよ。全然売れなかったんですか？そう。で、それがやっぱ学校のカリキュラムの中として入ったんですね。要するに学校教育の中で。はいはいはい。やっぱり学校の中でエコーを描出する、そういう科目があるわけですよね。生徒たちがそれを学んで出てくるので、まあ、いわゆるグループインと言われるようなところなんかは、いわゆるリクルート。の部分も含めて卒業したらやっぱり外商みたいなっていう生徒がいっぱい就職してくるじゃないですか、まあ、そういった時にまあリクルートの関係でまあエコーを入れる企業もあるし、あとはやっぱりしっかり患者さんと向き合ってその地域において怪我をしっかり見てやっていこうという院と、そういったところとかがかなり一昔前に比べて増えたっていうのがすごいありますよね、背景としては。なるほどですね、つまりそもそもエコーを入れてない院には、その今カリキュラムでエコーの勉強してる子たちは、そこに就職したいと思わないよっていうところ。そうそうそう、それはあると思う、そこ結構じゃあ大事、接骨院運用してて採用したいとか、人増やしたいってなった時にないと確かに困ってしまう部分ですね。あるとこに行くことは確かなんで、あとはやっぱりその地域においてまだやっぱり言ってもどうでしょうね、10件に1件あるかないかだと思うんですよ、エコーを導入してるところって、じゃあその地域において例えばスポーツしてる子たちが怪我した時にどこの接骨院というか治療院に行くかって言ったらやっぱりエコーがしっかりあってちゃんと見てくれるっていうところがその地域地域であると思うんですよ、そういうところって多分エコー入れてる率って高いと思うんですね、なのでそういったスタイルの接骨院治療院を経営したいのか、そうじゃない形のスタイルもあるじゃないですか、いろいろといわゆる慰安的にやるところが中心なのか、まあ、あとは最近だったら総合ヘルスケアって言って美容的なところもやってとか、そういったところでその地域に根付いていくのかによってエコーを入れるか入れないかって変わってくると思いますね。なるほどですね、ただエコーを入れる院はもうめちゃくちゃ今増えてるというところですね、前に比べてやっぱそういう経営をしたい方が増えてるんだと思いますね、あとやっぱ需要もあるんだと思います。あとあの価格が下がったっていうのは結構でかいですよね。今ポータブルのものも出てきて、まあ、一昔前やったらやっぱ 3,400 万とかしてたのが結局100万ちょっとぐらいで買えたりするんですよね、それも一つの背景にはなってる気はしますね、導入が進んでる、
あ、これ一個エコー導入で考えるポイントだと思うんですけど、エコーを導入して、うん、そのペイできるのかみたいな、そのお金例えば100万かかったら100万使った分を回収できるのかどうかみたいなのって多分結構気にしてると思うんですよ、うんうん、費用対効果的なことですよね。そうですそうです。それどう思います？いや、基本的にエコーってその診断料とか使ったからといってお金取っちゃダメだから、うんうん、そんなにこう直接的な売り上げみたいなのはないのかなみたいに思うんですけど、うん、はい、あのまさにその通りで、それを入れたからといってその月にいくら上がるっていうそういうもんではないです。はいはいはい。でエコーってどちらかというと、結局さっきも言った通り怪我を見てあげたりとか治療をしっかりやりたいとか、いわゆる治療家の思いみたいなところがやっぱ強い方が入れてるんですね。はいはい。で実際にじゃあそれで売り上げが立つか立たないかって言ったら立つんですよ。じゃあどういう立ち方するかっていうと、直接的にすぐに上がるっていうもんじゃなくって、順序的には怪我がした方が来ました、でそれでエコーで見てあげてちゃんとした施術をしてあげる、でその患者さんがめちゃめちゃ喜びました、それが口コミになって違う方がうちに来ました、で売り上げがその分増えました、そういう図式なので、なのでかなり時間もかかると思うんですよね、費用対出るまでに。はい、しかもそれが分かりづらい形で出てくるので、だからやっぱり費用対効果っていうのを第一に置いてる院はちょっと導入はしてない院が多いと思います。はいはいはい。なるほど、うん、でもエコーがあることによって患者さんの信頼とか、それは間違いない、重なってきたところで回収できるものは絶対あるけど、うん、直接的にエコーが入ったからそれでいくら売り上げ上がりますっていうのは見えづらいってところ、うん、そんな嘘はつきたくないですね。なるほど、うん、いや面白い。だからよく聞かれるのは、上さんこれエコー入れたらいくらぐらい売り上げ上がるんですかって言ったら、自分もうズバリ即答で上がりませんっていうの、はぁみたいな上がりませんって言われたみたいな。ただし回り回って上がることはありますっていうのを話をするんですよね。なるほど、うん、それが本当だから。確かに例えばですけど、うん、超音波治療器がいい超音波治療器があるからっつって、うん、就職したい学生って来ないじゃないですか、基本的には。ないね。ただエコー入っててちゃんと外傷見れるいいんだよっていうところに行きたい学生っているじゃないですか。そうですね。そう考えると違った効果がやっぱあるのがエコーかな。そうですね。卒業、そうですね、採用に関してはすごくプラスは出やすいと思いますね。採用って今業者とかに頼むとすっごいお金取られるじゃないですか。人来ないんですよ今って、ね、うん、だからいかにその院の価値っていうのを上げることがいい卒業生を雇用することができるので、やっぱり治療院、接骨院の色というかブランド力というか、そういったところって多分すごい大事だと思いますね。なるほど、うん、今日はエコーについて語るとのことでしたが、はい、ほとんどエコー語ってましたっけ何も語ってない。え、逆に何の話したんですか。いや何も覚えてないですね記憶飛んだ。記憶飛んでますねまあエコーの話しましたよね。エコー入れて売り上げ上がるっていうもんじゃなくって、回り回って信用を勝ち取って、その結果売り上げ上がることはあると。あとはまあリクルートの部分でちょっとプラスが出るかなっていう話をしましたね。はい、ありがとうございます。詳しいそのポータブルエコーの操作説明とか、はい、この内容みたいなのは以前挙げたね、こちらの動画でいつでも、ああそうですね、見てもらって、こちら見てもらってっていう形ですね。はい、今日はじゃあエコーについて語るということで、はい、一通り話してもらいました。はい、じゃあまたチャンネル登録と、そうですね、高評価とお願いします、コメントいただきたいと。はい、じゃあ最後のやつ皆さんもらっていいですか。はい、やるなら今しかね。武蔵野メディカルチャンネルですということなんですけれども、また今日はまた来ました、準レギュラーの大瀬直樹さんに来ていただきましたが、今日はまたソノン500が売れまくってるということで再度 PR ということで来ましたが、ソノン500ということなんですけれども、はい、今あれですか、このソノンシリーズっていう部分では累計どのぐらい売れてるんですか。累計1000台弱はもういったんじゃないかなポータブルエコー何年で。いやだから5年弱ですかね。5年弱で1000台、はい、年間200台、恐ろしいよね。これが全国で200台売れてるってすごいことじゃない一般的に考えたら物理療法とかいろんなこの業界の機械で比べたらヒット製品になるのかもしれないですね。いやだってポータブルエコーもいっぱいあるからね、はい、その中のソノンだけで年間200のトータルでまあ1000台ぐらいっていうことですよね。ということですね。そしてこのソノン500っていうのが出てちょうど1年ぐらいですか。これまだ4ヶ月ぐらいですかね、はい、なるほどなるほど、はい、今これがすごく注目が高まっているということなんですけども、実際どうですか、接骨院さんでこういったポータブルエコーも通用機も含めてですけど、導入率ってどうなんですかね。
私はどうしてもこのエコーを中心に活動してるんで、うん、どんどんこう注目が上がってって、うん、導入も増えてるという感覚はあるんですが、うん、まあ、一般的なその導入件数っていうのはまあ1割からそれを切るようなエリアも、まだまだ地域とかにも多分濃淡があって、集中的に入ってる県や地域もあれば、あんまり入ってないところもあるって聞きます。なるほど、はい、でも私接骨院開業をサポートさせてもらってる立場からすると、はい、もっと多いんですよ。それはたまたま私が開業サポートさせてもらってる方がそういう方が多いって感じなんですかね。上田さんはこのエコーの必要性に対して情報発信されてるっていうところも大きいですね。だからそういった先生方が集まってくれてるっていうことですかね、はいはいはい、あ、なるほどなるほど、そういうことか。まあでもじゃあ市場的には1割程度ということですね。1割程度と考えられるんですね。なるほど、はい、じゃあもしかしてですよ、今日これを配信することによってそれが1割半2割に上がっていくかもしれない。いや、そうですね、それを目指して今活動していますから。フィジオアクティブは今それで大変なことになってます。バズってますね。バズってます。ポータブルエコーソノン 500L、はい、これの性能ご案内してもらっていいですか。ちょっとお渡ししますか。で、このソノン 500L なんですが、はい、なぜこれが注目されるかっていうと、まずこのデザイン性、はい、手のひらサイズですよ。どうですか。めっちゃ小さいんですよこれね、これ前回のモデルもかなりコンパクトになったんですね。しかも軽量化されてます、はいはい、こちらのバッテリーがここに搭載されてるんですけども、はいはい、これ自分で取り外しが可能になってます。だいたいフル充電で90分間の撮影ができるんですが、はいはい、無線接続ですから、これ Wi-Fi が入ってるのでモニターとエコーは Wi-Fi でつながってますからコードが邪魔にならないんですね。だから場所を選ばずどこにでもすぐエコー検査ができるっていうのがまずポイントなんですよね、はいはい、あとはですね、やはりこの iPad、うん、iPad に接続することによって、うん、すぐに、お、はい、このような撮影画面に来るんですね。一番いいのはワイヤレスエコーなのに超高画質っていうところがやっぱりソノンは定評がありますし、うん、指一本で操作ができるんですよ、あらゆる操作が。出ました、はい、電化の宝刀指一本、はい、例えば運動機では必須機能と言われているような2画面の操作というのもすぐにこのように操作ができます。減速、減速みたいな使い方ももちろんできますし、うんうんうん、計測機能、どのエコーにも計測機能っていうのはあるとは思うんですけども、うん、距離を測ったりですね、角度測ったりですね、こうやってこう角度測ったりとか面積を示したり、外周と面積が今表示されています、うん、で、あとは文字の入力が直接ここにコメントが入れられます。例えば骨折の疑いがあるであったりとか、うんうん、部位を表示したりだとか、うん、アドバイスをエコー画面中に残すことができるっていうのもすごく使いやすくなってます、うん、あと一番ですね言われるのは患者さんのリストをですね共有するのがすごく簡単にできるんですね。これある患者さんの例えばこうデータがあったとします、うん、過去に撮った画像がこのようにこう出てくるんですけども、ここに選択というボタンがありまして、ある日のエコー画像をここ今選択しました。で、共有というボタンがあるんですけども、共有ボタンをポチってこう押すとすぐに E メールであったり LINE であったりショートメールであったり画像をすぐさま転送すること、あるいは共有することができます。これがいろいろな方 あの先生との情報交換だったりだとか勉強会にかなり役立つということで、うんうん、非常にまあ人気の機能になってます。これはソノンならではなんですね。で、あとはですね、なんといってもですね、このソノン500のアプリですね、うんうん、無料でですねアップデートをどんどんしていきます。無料アップデートをするっていうことは、購入した後もソフトがどんどんこうバージョンアップして、うん、勝手にレベルアップしていきますので、それを無料提供でサービスしているところが、うん、世界的にもありえないこのサービスだということで、なるほど、はい、このエコーではこういったサービスを無料で提供してるっていうのはソノンだけ、うん、なので購入後もどんどん進化をし続けるエコーということで、うんうん、非常に注目がされてますね。それがまあその 500L の全体像というところですかね。だからまとめると、ワイヤレスなんですけど高画質、うん、ソフトは無料でどんどんアップデートするアプリケーション、うんうん、端末は iPad あるいは Windows の PC、 汎用性があるタブレットに映し出すと、うん、あとは2画面表示ですね、うん、2画面表示であったりだとか計測機能、そういった運動機で使いやすいような機能が指1本で全部操作が可能だと。だからあらゆるその側面からこう見たときに、うん、ソノンってこうバランスがやっぱり良いので支持をいただいてるのかなと考えてます、ね、なるほど。じゃあね、今日はね、実際まだ画面映してないじゃないですか。せっかくなんでプロの治療家にこちらに来ていただいて、大石さんもしっかり綺麗に映るんだけども数段上のレベルで病室していただいて、ね、画面をちょっと皆さんにお見せしたいと思いますので、じゃあやっていきましょうか。はい、ということでプロの治療家をお呼びしました。今西先生です。
こんにちは。沖縄スポーツ接骨院の今西先生、沖縄からわざわざ今日は来ていただきました。エコー、これ初めてですか？今回、今日これで初めて。なるほど。じゃあですね、初めて触るソノン500を使って、はい、私の体をですね、はい、ぜひ病室してもらいたいなと、はい、で率直にですね、はい、これの機能のいいところ悪いところ、はい、それをちょっと言ってもらえたらなと思います、はい、部位的にはどこをまず。そうですね、エコーを見るとき我々の業務としては一番足関節、特に ATFL 前屈伸体をどこまで見れるかっていうことが重要なので。なるほど、なるほど。じゃあまず足を、はい、じゃあ靴下脱いだ方がいいですね、はい、じゃあちょっと靴下脱いでみます。はい、やってまいりました。足を私乗せてる状態ですけども、あとは先生にお任せして、まあ、初めてだからちょっと今チェックしてますね。前のソノも私触らせてもらったことあるんですけど、ここの持ちやすさが格段に上がってますね、うん、そのくびれの部分。そうですね、ここを指を引っ掛けて、はい、こんな感じで当てることができるので、はい、前はこうつまんでこういう感じでしたが、操作性がかなり上がってると思います。では前屈伸体当ててみます。画面上はそれじゃあ見えてるってことですね、はい、では当てます。よし、ここですね、前屈伸体映ってます。こっちが外科側、胸骨側でしっかり映ってますね。で、まあ動揺性をこんな感じで確認をして、動的に評価するとですね、 ATFL の輪郭がやはり綺麗に出てるなと。これ ATFL の長軸ってやつですけど、より見やすいですね。短軸も結構綺麗に見えてます。はい、まあ、かなり綺麗ですね、はい。で次は前腕ですね。で最近あの私たちの接骨院でもそうですし、理学療法の中ではエコーで末梢神経を確認しながら都市療法を入れたりとかですね、物理療法したりすることが結構増えてきているので、それも少しチェックをさせていただきます。前腕に置いています。はい、いいですね。ここに正中神経が出ていますね。上田さん、グッパグッパしてもらっていいですか？はい、はい、ここにこううねうねと動いているのが正中神経です。圧迫受けていたりとかですね、手根管症候群とかのようになっていると動きが悪くなっていたりとかですね、腱管比較をして腫れていると確認をします。もちろん長軸でも見ることもできますと。これ綺麗に出ていますね、はい、かなり綺麗に見えていますね。よいしょ。頭球肘とかだと尺骨神経が腫れたりもします。で尺骨神経も見てみましょう。よいしょ、軽く肘を曲げていただいて、尺骨神経ここですね、綺麗に見えてますね。神経やっぱ綺麗ですね、うん、あと肘でいうと野球肘とかで問題になってくる上腕骨小頭の軟骨のラインですね、綺麗に見えてますね。こっちが上腕骨小頭で頭骨頭で、黒いラインがしっかりと見えていますね。で肘屈曲位でも確認をしますので、こんな感じで丸く均一に見えていますと。はい、まあ、軟骨の小指軟骨の状態が綺麗に見えてます。上田さん、やっぱりだいぶ綺麗に見えますね。だいぶ綺麗です。おー、はい、ありがとうございます、はい、うちにはラップトップ型のエコーがありますが、それと比べても遜色ないかな。これがまさかワイヤレスでできてるってのは本当にすごいなと思います。個人的にはここのくびれがすごい操作がしやすいなというような印象です。しかも軽い、かなり軽いですね、はい、いや素晴らしいと思います。ありがとうございました。完全に無言の人となって病室されてましたけれども、どうでした？率直にその 500L は、はい、ここまでポータブルで綺麗になると本当に驚きで、まあ、かなり使えるなという印象です。ありがとうございます、はい、一番良かったことって何ですかね？一番良かったところは操作性、画面も綺麗だけど操作性がすごくやりやすい。なるほど、この病室するにあたってのこの動かしるところですかね、はいはいはい、もちろんもう画像はもうピカイチだなっていう感じもします。なるほど、はい、なるほど。これからまあ結構エコーを導入したい人っていらっしゃるけれども、はいはいはい、入門編としては間違いなくすごくいいですよね。いいと思います。あとは据え置きのしっかりしたエコーを持ってらっしゃる中でもセカンドエコーとして使えるんじゃないですか。例えば、はい、トレーナー活動で外行ったりとか、うん、そういった場合にはめちゃめちゃいいですよね。いいと思います。でね、今回もまあせっかく出ていただいたのでセミナーもやられてるということなんで、はい、数々のお役立ち資料をあっこにあるパソコンの中にはいっぱい入ってるのかなと思って、エコーをこれから始める方、そしてもうベテランなんだけれども改めて学べるようなエコー大全的なものをもらえまへん？エコー大全、エコー大全、はい。
わかりました。エコー大全あります？エコー大全あります。エコー大全あるの？あります。押さえておきたいエコーのスライドをまとめているものがありますので、それはお役に立てるんじゃないかな。めちゃめちゃいい、はい、じゃあそれを今回視聴の皆さんにプレゼントしますので、ぜひ概要欄からお求めくださいということですね、はい、じゃあ今井先生、はい、1回2回3回にわたり、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また私もね沖縄に行きたいと思いますので、ぜひぜひその時はぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、やってきました武蔵野メディカルチャンネルですということなんですけども、今日は どんどん電車なんですか？エコーの電動していったら、そうですよね、ちょっとなんか安心しました。前回ね自律神経の電ですとか言い出したから、と思って、やっぱりそうですよね。今日はやっぱりエコーといったらルーツ、そうよね、はい、エコーの電動師としての電車でね、これでこそですよ、輝いてますもんね、どっからでもアイテムが出てくるこれあれですか、土の子シリーズですか？そうですね、話題に今なってるんですけども、前回のソノン300というモデルから500というモデルになって、印象的に2回りぐらい小ぶりになりましたかね。小さいですよね、はいはい、これちょっと出してもらっていいですか？はい、この持ち手ですよね。そうですね、なんか鉛筆を持つかのように持てるっていうのはすごくあれで、前回 の、うん、そのすごい良かったんですけど、うんうん、手小さい人が出したらしんどいだろうって、そこだけがネックだったのね。それがまあ持ちやすくなったと、はい、かなり改善しましたね。でこれ画像とかっていうのもアップしてるんですか？300の時もすごい高評価いただいてるんですけども、うん、この有効チャンネル数ってこのセンサーの部分が非常に増えたので、ここ、ね、より高画質になっていると。ここ、ね、実際でも300からこの500シリーズまでですけども、はい、結構売れてるんですよね。そうですね、累計で言ったら1000本ぐらいいってるんじゃないですか。出た1000本。これ1000本っていうのはどういうことかっていうと、1000本イコールルーツ5点が2個立つってことです。いや、立ってないから。え、それぐらい、まあ、これが好評だという話。求められてなかったら結構売れないですか？そのぐらい求められてるソノン500ってことなんだけど、今実際販売して反響どうですか？めちゃくちゃいいですよね、うん、エコーが注目されてここ数年ですよね、うん、一気に高画質でワイヤレスっていうこのソノンシリーズみたいなものが注目されたんです、うん、エコーってやっぱ価格が高い、難しい、そんなことがやっぱりよく言われるんですけど、うん、そういったところをあの全部ひっくるめてソノンはサポートしてるので、なるほど、ね、支持受けてるのかなと。今一瞬で私ねテレビショッピング始まると思ってでもそのぐらいやっぱり皆さんにお勧めしたいということね。ちなみに今中性子を中心に、まあ、新旧種も含めてですけど、はい、かなりあの引き合いが多いと思いますが、どんな方にお勧めしたいですか？全員がもちろん対象なんですけども、うん、まだエコーの普及率っていうのを全体的に考えると2割もないっていうことは、10件治療院接骨院などがあったとしても、うん、まあ、使ってるのは1件か2件というということはですね、まだまだお使いでない、またはあのご存知でない方っていうのはいっぱいあるので、これからまだまだ10年20年のスパンかけて業界に普及をさせていかなくてはならない。じゃあね、大城さん改めてだけど、はい、ちょっと撮ってもらおうかな。撮ってもらっていいですか？あれ、さっきなんかやりました？さっきやってからさ、ちゃんと動かないのよいや、ソノンはね、なんで支持されるかっていうと、はい、クローブにボタン1個しかないんですよ。で、これボタン入れると Wi-Fi ここから出るんですね。そしたら先生がお持ちの携帯電話とかタブレットにソノンの電波をキャッチしてもらうと、もう手元で見れちゃう。なるほど、タブレットでも出せるし、スマホでも病室することができる。これ救急医療とか災害医療の現場で生まれた発想なんです、うん、世界で初めて開発したのがソノンなんですよ。どうですか？めっちゃ小さいからね。小さい。どうですかどうですか、俺分かんないけど運動機なんかだと野球の肘の検査検診みたいなやつとか、そういったのがよく活用されてるんですね。例えばこれ肘に当ててみましょう。上田さんの今これ上腕骨の小頭が見えてるんですね。やっぱ綺麗ですね、はい、クローブもちょっと、遠位方向に進めていくと、この頭骨層がここに出てきてますね。お、はいはい、まあ、こんな感じで、はい、見ることができるんですね。前回のソノンより画質良くなりました？ソノン300と比べたら良くはなってるんでしょ、やっぱり。そうですね、とても良くなってますね。よく運動器ってあの両腕両足ありますので、うん、V が2箇所あるんで、よくこう2画面の操作するんですよ。でこれを例えばあの上田さんの肘がどっかがこう捻挫しました、うん、悪い方です、こちら側に2画面で表示して、こちらに例えば腱側部、うん、怪我をしてない方の、まあ、部位を、うん、まあ、比べていただいたりとか、はい、腱側観測でこう比べるわけね。すごいなと思うのは、いわゆるポータブルって1画面がほぼほぼでしょ、だから2画面できるので、まあ、唯一なんだよね、言ってしまえば。だから私よく言ってるのは、このポータブルといわゆる据え置きの中間にあるのがこのソノンかなと思うね。あの石本接骨院の時ヤモちゃん、あそこの画質とかまでは勝てないけれども、うん、十分殺そうなんです。そう、だからこれから始める人、こっからって正直いいと思ってる、うん、まず本当にエコーを初めてスタートする方は結構いいと思う。筋肉や脂肪だとかそういった距離も測れますし、まあ、例えばこう距離を測ったり
角度をこう測ったりね。なるほどなるほど。内出血したりとか腫れがあるとか、うん、こう面積を測ったりとか。で、文字とかも出てるんでしょ。もちろんです。タイプライターこう出てきますんで、ね、例えば骨折の疑いがありますっていうことで確定すれば、うん、なるほどなるほど。でそれが全てですね、なんとこれ指1本で操作出た。殿下の宝刀指1本。確かにさっき今まで見てたら1本しか使ってないですね。こういった計測ができるものももちろんあるんですけども、うんうん、まあ大体の場合ここにですね、ボタンが50個から100個ぐらいで、あれこれどれを押すんだっけってなっちゃうんですよ。強気のやつはなっちゃうんですよね、これ。でもエボちゃんも扱ってるからね。エボちゃんエボちゃんのもちろん良さなんですけど、ソノがなぜ支持されるかっていうのはそういうところ、はい、あ、そういうことね。あらゆる操作が指一本できるんですよね。プリセツをもう開かないエコーっていう。なるほどね。これね、今 YouTube もそうだけど、メルマンも出してるじゃん。エコーのこういう問い合わせも含めてが一番反響あるのよ。いわゆる重精子接骨院もいろんな形になってきましたよってなるんだけど、うん、意外とこの本来の形のいわゆる外傷を見るっていう風に見たいっていう方めちゃめちゃ多い。だから本当にね、かなりこれからもまだまだ伸びるなと思う。はい、ご視聴ありがとうございました。あのエコーの動画35分ぐらいありましたかね、全部見ていただいたと思うんですけれども、最後までご視聴いただいたあなたに今回特別にソノン 500L の特別キャンペーンをやりますよということで、ちょっとこの内容は SNS では流さないでくださいって言われているので、内容については触れられないんですけども、かなりお得なキャンペーンになってますんで、もしご希望の方は概要欄からお申し込みいただければ、私武蔵野メディカル上田とルーツ推し園直樹さんが、Zoom でその説明会やりますので、ぜひともお申し込みいただけたらなと思います。本日はありがとうございました。